Zip FM Nagoya City I love Nagoya。 ここからは名古屋シティ I love 名古屋、私も大好きラブ名古屋な、ここ名古屋市のいろんな情報をお届けしていきます。まずは体感志田見古墳群ミュージアムで開催中の企画展、愛知県最大の古墳を発掘、ダンプさん古墳のお知らせです。古くから大和たけるの妻である宮津姫のお墓として伝えられてきた熱田区のダンプさん古墳、その全長は150メートル以上もあり、愛知県最大の古墳として知られています。このダンプさん古墳は今まで発掘調査は行われていませんでしたが、愛知県と名古屋市は2019年度に初めて共同で発掘調査を行いました。体感志田見古墳群ミュージアム志田ミューでは、ダンプさん古墳の共同発掘調査について紹介する企画展、愛知県最大の古墳を発掘、ダンプさん古墳を開催中です。この企画展では埴輪などの出土資料や調査時の写真を使って調査の成果を解説します。企画展愛知県最大の古墳を発掘、ダンプさん古墳は12月12日日曜まで開催中。志田ミューは入館料無料でご利用いただけますが、こちらは有料の展示となります。観覧料は200円、中学生以下は無料です。このほか志田ミューでは古墳のガイドツアーや埴輪作り、勾玉作りといった体験プログラムも開催中。小さなお子様にもお楽しみいただけるキッズエリアもあります。詳しくは志田見古墳群と検索していただくか、名古屋市教育委員会文化財保護室電話052-972-3220 052-972-3220 までお問い合わせください。 Next。 続いて新型コロナウイルス感染症に関連する人権への配慮についてのお知らせです。新型コロナウイルス感染症に感染した方やそのご家族、治療にあたった医療従事者の方、ワクチン接種を受けない方などに対し、不当な差別やいじめ、誹謗中傷があってはなりません。名古屋市及び法務省では、新型コロナウイルス感染症に関わる不当な差別やいじめ、誹謗中傷などの相談を受け付けています。困った時は一人で悩まずご相談ください。名古屋人権啓発センターソレイユプラザ名古屋では、毎週月曜日を除く6日間、午前9時から午後5時まで、電話、ファックス、メールによる相談を受け付けています。詳しくは名古屋人権啓発センターソレイユプラザ名古屋のウェブサイトをご覧ください。また法務省でも電話やインターネットによる人権相談を受け付けています。電話の場合は 0570-003-110 0570-003-110 まで。インターネットをご利用の場合は法務省人権擁護局のウェブサイトをご確認ください。不確かな情報に惑わされることがないよう、公的機関が提供する正しい情報に基づき人権に配慮した冷静な行動を心がけましょう。新型コロナウイルス感染症に関連する人権への配慮について詳しくはスポーツ市民局人権施策推進室、電話 052-972-2583 052-972-2583 までお問い合わせください。名古屋シティ I love 名古屋。名古屋シティインフォメーション。ではここで分別マナーアップ推進月間に関するお知らせです。11月は分別マナーアップ推進月間です。皆さんのご協力により大幅なゴミ減量を達成したゴミ非常事態宣言から20年以上が経ち、ここ数年処理されるゴミの量は横ばいの状況が続いています。資源はきちんと分別してリサイクルし、ゴミを減らしましょう。例えばシャンプーボトルなどのプラスチック製容器包装は資源で出せばプラスチック製品や鉄の製造に必要な原料に、お菓子の紙箱などの紙製容器包装も段ボールなどに生まれ変わります。なおカセットコンロ用のガスボンベやスプレー缶は出し方を間違えるとゴミ処理施設や収集車両での火災につながる恐れがあります。スプレー缶類は必ず中身を全部使い切ってから、
可燃ごみの回収日に他の可燃ごみとは分けて、資源用の指定袋か透明または半透明の袋に入れ収集に出してください。またモバイルバッテリーなど繰り返し充電できる小型充電式電池も発火する恐れがあります。これらは市では収集できませんので、環境事業所や家電販売店などの回収協力店へ持ち込んでください。ゴミや資源分別方法について詳しくは名古屋市のウェブサイトをご覧いただくか、資源ゴミ分別アプリ 3R をご確認ください。この機会に資源とゴミの分け方や出し方をご確認していただくようお願いします。さて、今日ご紹介したお知らせに関してはこのコーナー名古屋シティアイラブ名古屋のブログサイトにもリンクが貼ってあります。 YouTube にもアップしていますのでぜひチェックしてください。名古屋シティアイラブ名古屋、今週金曜日もお楽しみに。